みんなの代表というお話。ソロウ島に雪が降った。いつもより深い雪だった。もうすぐ私たちのどちらかが送り返されます。きっと二人とも送り返されるでしょう。それはひどいよ。そんなバカな、この間の事故だって信号所が多すぎたせいなんだ。そう、あの意地悪なブレーキ車も壊れてせいせいした。マーシーはエドワードに相談に行った。君たちの代表をトックハムハット卿のところに送ったら。エドワードはそう言って代表について説明した。パーシーは大急ぎで戻った。あのね、代表を選ぶといいってエドワードが言ったよ。それはいい。ところでちょっと聞くが、代表ってのはなんだ。それはさ、問題が起きた時トックハムハット卿と話し合う人のことさ。やはりここはパーシーがだ代表になるべきだな。できないよ僕そんなこと。よし、これで決まりだ。かわいそうにパーシーはまさか自分がその代表になるなんて思ってもみなかったのだ。パーシー久しぶりだな。その声にパーシーは飛び上がった。あ、どうも。おどおどして何か心配でもあるのか。え、あの、みんなは僕を代表に選んだんです、あなたと話し合うための。でも僕それ苦手で。もしかしてそれは代表のことかね、パーシー。そうです、ドナルドとダグラスのことなんですけど、もし彼らが送り返されたらスクラップにされてしまうんだそうです。あんまりですよ、お願いですから送り返さないでください。よくわかったパーシー、なんとかしよう。昨日はしわ諸君の、ああ、代表に会った。諸君の気持ちはよくわかった。で、いろいろ考えてみた。ドナルドとダグラス、お前たちのペンキを塗り替えてやるぞ。双子たちは驚いた。ありがとうございます。だが今度は名前も書き入れんと間違えんようにな。ありがとうございます。すると私たち二人とも、二人ともやった。その後の言葉は聞こえなかったが、双子の機関士たちはここに残れることになったのだ。このお話の出演はパーシー、ゴードン、エドワード、ジェームス、そしてドナルドとダグラスでした。